治らないような病気なのかなって思ってたんです。特別な人にしかできないものかと思ってた。がんについてもっと理解するべきだなと思いました。私は肺がんという病気にかかっています。もし自分自身がかかったら、もし大切な人ががんにかかったらどう考えていけばいいのか、そんなことをね、伝えたいと思います。高校生に見てもらいたいです。認識を私みたいに変えれたらなって思います。ここから広まっていったらいいかなと、がんに対してのイメージがだいぶ変わるのかなと思います。こんな風に寄り添える温かい感じになりたいなと思いました。